えー、私の,あのチャンネルで、えー、もう一つあのなんとかリスト、あのー、ビデオのリストの中にあのルッキズムに関する、えー、あプレイリストを作ろうかなみたいに考えているんですよあちょっとこれ正面にすると私の顔が映る,映るんであちょっと斜めにしますね。 そうしたらんないですよね、はいえー、ちょっと私も考えてですね例えばあの1週間に一度その、えっと「今週のルッキズム」っていうビデオを上げたいなって思ってるんですよそれか月に一度あの「今月のルッキズム」っていうビデオを上げたいなっていうふうに考えているんですよ。で今日のこのビデオはルッキズムの総,総論とか言うとちょっと生意気ですけれど。 えーまあ、ルッキズムについてどう考えるかどういうふうに思うかですけども、えーまあ、今まで私が散々その口癖のように言ってたあの高偏差値の人高い偏差値の人って美男美女多いよねとか高スペックの人美男美女多いよねって悲しそうに私言ってましたよね。で、まあ、それはルッキズムの中でも何、まあ、でしょう。あのルッキズム と彩色顕微はイコールではないそのあのー、まあかぶ,かぶさるあの重複するってことはあるかもしれないですけどまああのー、まあ全イコールってわけじゃないんですけれども、えーとですね、私が考えるルッキズムというと、あのーまあ、私の大好きなギリシャ神話 す、まあ、すごいルッキズムですよねそのパリスの審判でもその、まあ、一応黄金のリンゴを手にしたのは、まあ、アフロディーテっていうことですしあとあのえっ、ー、とですねあのゼウスの妻のヘラヘラ女神が初めて子供を産んだ時に自分の息子が醜いのを見てまああの外界に突き落とした。で えー、で,で,す、ね、そ,のでその突き落とされた子供が、えー、と神様の名前、えっと、あ,あれヘパイストスでよかったのかな,なんかバルカンって呼ばれていやヘパイストスでよかったと思うあの、えー、と手先が器用であれこれあのトンカチトンカチでなんかいろんなあの、えー、とアクセサリーだ家具だ、まあ、いろんなものを作る人。 技術あのえー、なんか鎧とか兜とかもすごいものを作ってっていうそういうエピソードがあってでそれの一応まあ正妻がアフロディーテっていうことになっててであの私あの里,里中真知子大先生の描いた「大人のえー、あ大人のギリシャ神話」っていう漫画で。 あの覚えているんですけどもそこでアポロンアポロン様がですね「あのああア,フリアフロディーテさんあなたの美しさとヘパイストスの技術とか才能能力の合わさった子供が生まれるといいね」ってことをまああれあのそれが本当のセリフであったのかそれともコミックの中でだけ出てきたのかは分かんないですけどそしたらアフロディーテが「あの 同じことなら美しい子が欲しいわと言ってでそれでその、まあ、オリンポスの中でも一二を争う美男子と言われていた、まあ、あのアレスマルスってマーズってあの火曜日のマーズ、まあ、あの戦争の神様ですかね、まあ、それと浮気をして、まあ、子供をたくさん儲けたみたいなことが書いてあって。でいやー もうそれ、本当、あの、あの技術技能才能とかよりも美しさをと,とるというね。まあ、それもルッキズムだな <laughs> みたいに思うんですよね、えー。あとはですね、美しければなんやかんやかんや。うんまあ、そのアフロディーテの地位の高さ、そのギリシャ神話の中でも、それを考えると、いや、本当ルッキズム。 だなあみたいに思うんですよね。で、あとあの、ええー、まあ、え話は飛んでですね。あの旧約聖書、えー、ヘブライ語聖書、あの私はあの母と母親と姉はあのミッションスクールだったんで、まあちょ多少のその、えー、旧約聖書 とか新約聖書のエピソード、ほんのちょこっと知ってるんですよ。であの？旧約聖書はいや。もう美男美女がもうザクザク出てくるで、あの新約聖書。あのギリシャ語聖書の方では誰が美人。こ,この人は美しい女でっていう。そういうの見たことがないないですよ。あの、例えば旧約の場合だと。 あの「サライ」「サライは、えっと、え大変美しい女で」とかってそういうの書いてありますけどそのギリシャ語聖,聖書の方ではあのこの女は美しくてっていうそういうの私も見たことがないまあもしかしてあのキリスト教徒で詳しい人が聞いたらもしかしたらあのまあ わ私の間違い指摘されて怒られちゃうかもしんないですけどその、えー、とどこそこに罪深い女がいたでそれも美しいかどうかって出てたかどうかちょっと思い出せないってかあじゃあ今からでもページめくって見てみろよっていう感じなんですけどもまああのな、まあその旧役と新役でなんかこう雰囲気がもう全然違う。 まあ、多分作者も違うでしょうよねい,いくらなんでも。でその、うん、誰が美人とかあの誰があの、まあ、仏面とかそういうの,あのまあ、うん、まあうそういう誰が美男美女っていうそういう、えー、まあ 情報が出てくるから、旧約聖書の方が面白い。なって、私が言ったら、まあ、私もルッキズムにその毒 <laughs> されてはいるんですよね。で、まあ、あとは、あのルッキズムというと、あのまあ、本来ならば、あの能力、実力とか経歴とか、そういうので、本来だったら、えー、と決めるはずのことを外見でっていう。でそうなると、まあ、例えば、政治家。 なんかあのえっとそのえっとまあ日本でいうとこの議員さんと、まあ、例えばあのあ3権分流でしたっけあの議員さんと裁判官と比べた場合、まあ、裁判官ってあの難しいあの弁護士試験とか受けるわけですよねだけど国会議員とかは、まあ、選挙ですよね。まあ、それはあの元弁護士で 議員さんになった人もいるかもしれないですけどもでそうなるとそういう、まあ、政治家って、まあ、ルッキズムであの,のチャンスがあるというかルッキズムのせいで損をしたりルッキズムのせいで得をする人が、まあ、現れそう。まああの、うんまあ、アメリカなんかだとその、えーまあ、大体背が高い方が。 大統領選挙あの勝つんだよねっていうそういうううそのがまあ,ありま,すよ、ね、まあ今回はちょっと別,別というかでもあのバイデン大統領だって 182. いくつとか183それも、まあ、多分多分ですけどあのアメリカ大統領の平均身長あまあグーグルで見れば出てくるかもしれないですけどもあの。 多分、百八十三、四、五、六と、あの辺りだと思うんですよね。で、うん。まあ、そう。で、あと、あの、まあ、ケネディ大統領とニクソン大統領。で、ニクソン氏が百七十八センチで、で、えっ、ー、と、ケネディ大統領が。あれ、あ、ちょっと数字間違えたら、えらいことなんで、ちょっと言わない方がいいかもしれません。はい。 えっと間違ってると本当よくないよくないんでねであとあのまあケニィ大統領の方がまああのマスクが良かったとか言う人いますけどもまあだけどあの一応学歴でもそのケニィ大統領の方が勝ってたと思うんですけどもねはいまあそんな感じですかねえっとルッキズムであの私がその悲しそうな声で しゃがれた声でルッキズムについて語るとき例えばあの「後編察知の人って美男美女多いよね」とか「あのこの間のあの、えー、健康診断であ、えー、お医者さんすごい美人だった」とか <laughs> そういう分ですけどまああの、うん、まあ最初不見美男性の場合は何て言うんですかねいイケメン美男子。 あじゃないイケメン、えー、高スペックっていうんですかねで、まあ、そういうことを私結構言う,言うんですよまあ一応格差ですよねそういうあの、えっと、知性と豊かさと、うん、名声と美貌もう本当はあの、まあ、集中してしまうと。であの、まあ、環境があんまり良くないとかあの 実家が金持ちではありませんとか、実家が仲悪かったですとかあの家族親戚に優秀な人一人もいませんとか、まあ、そういうのでなんかこう、うんまあ、格差っていうことで私はちょっとあのえっ、ー、とその <laughs> ルッキズムとかあの、まあ、ルッキズムに近いそのまあ彩色見美系のことを話す時私の声はしゃがれ声になって。 てしまうんであのー、まあわ私もあの,その1分間とかものすごい短いビデオを作りたいなとか思うんですよ。であのー、そういう時に1週間に1度ぐらいだったらもうあの1分間ビデオで「今週のルッキズム」とかって言えそうだなって私思いますね。であのー はいこえー、私が常々、ね、思ってるのはあの、えっと、裁判関係のニュース、よく見るんですけども、あのその判事、判事さんとあの検察官と、まあ、弁護人その、絶対誰か、まああの、美男美女がいるんですよね。 で、まあ、三人ってしましょうか。裁判官と、えー、弁護士と検察官、三人のうち、あのー、まあ、三グループのうち、絶対誰か。すごい美男美女がいる。いますよ。でそれをちょっと語ろうかな。その一分間ビデオでとかって、ちょっとすぐに思いましたね。いや、なんかもう、私も、あの、そういうニュースとかで、あの、聞こえてくる言葉。 よりもなんかこう目の方があのこうまあ釘付けっていうかあのまあなりますよねいやあの、まあ、特にハンジさんたちハン,ジハンジ様たちとかそのああこの人のあの10年前の写真ってどうだろうなとかそういうふうに思いますからねはいそういう感じでございます。あの まあね、もう世の中ルッキズムっていうのが、うん、あ,のあるんでね、えっとまあ、これから結婚したい人とかこれから家族を持ちたい人はあの、うんまあ、自分だけでなく、まあ、自分の作る家族が、うん、どっち方面に転ぶのかあの、まあうん、幸せになれるのか それとも一生あのまあ惨めな思いをするのかの瀬戸際なんで、まあ、あまああのまああのうんブサイクに冷たいのは、うん、なんかあの、うん、どうもいあのイ,イメージでものを語るのは本当んよくないんですけども。 あの南韓国あ南韓国って言うとちょっとおかしいかあの韓国とかベネズエラとかあのもしかしてブサイクに冷たい国かななみたいに思うんんですよなんかあれだけあの美人コンテあベネズエラは美人コンテストがすごい多いとか言うし、えー、その韓国だとなんか整形が多いとかって言うじゃないですか。 韓国ってすごい競争が本当に大変で自殺もなんかもう日本よりもなんかすごいみたいなことをどっかの YouTube に書いてあったんですけども「あなんかソースが YouTube」とかあってあの <laughs> すいませんなんか安っぽいこと言ってしまいましたけども、まあ、大変そうだなとか思うんですよ。であの アメリカは、うん、まあそりゃアメリカだって、まあ、資本主義だしリュッキズムもそりゃありますけどだけどあのそんなにブサイクにます、ねあ,のまあ私はあの当然ですけど日本とアメリカ両方住んだ経験ありますけども日本の方が厳しいと思います。 はいえー、そんな感じですかね、えー、とあとですねあの、えっと、あわ私のビデオを聞いてくださってる方々であの、えっと、イギリスに詳しい方いらっしゃいますかねあのイングランドウェールズ、えー、スコットランドあとアイルランドどっちでしたっけ南北あ忘れた、まあ、イギリスですよあの であのちょっとこれ私がの拙ないアンケートでちょっと気がついたっていうべきか偶然じゃねって思われるかもしれないんですけどもあのそのなんかイギリスってなんかあのもうとてつもなく美しい人々がいる一方まあなんかあのダイアナ妃の親戚の誰々とかなんかあの誰なのあ えっと、ハ,リハリー王子とメーガン妃の結婚式に出てた誰々誰,誰誰レディー・誰誰とかってそういう人そういう,そういう感じの人々からあとあのなんかあそこの国のあの何でしょうその例えばえっ、ー、といわゆる尾部屋汚部屋とかあとあの部と 飼育崩壊を起こしちゃった人とかなんかそういう人を見るといやなんかアメリカのブサイクよりもイギリスのブサイクの方が強烈かなみたいにちょっと思ったんですよ。あのどうですかねイギリスに詳しい方々あのうんどう思いますかね。であとあの えっと、ミュージシャンとかでその早死にとかした人たちでなんかあの例えばあの有名なあのミュージシャンとか俳優イギリス人で例えば50歳でアメリカの有名なあのミュージシャンとか俳優50歳って比べた場合なんかイギリスの人の方があのもっと老けて見える でそういうふうに思った方いらっしゃいますかねでもしそれが「あ,あ私もそう思うあ僕もそう思う」っていう人がいたとしますよね。でそれどうしてでしょうねあのイギリスの方が寒いでしょうね。寒いところ。あなんかそういえばなんかあのえっと東ヨーロッパの美男美女もなんか老けるのが早いって言いますよね。あれ寒さなんですかね、まあ、あとは あの晩ご飯食べるのが遅いとか <laughs> それうん、なんか日本人とかアメリカ人は晩ご飯結構早く食べますもんねそれ関係あるのかなとかちょっと思いましたまるはいえー、えー、と皆様は、えー、とルッキズム、うん、どう思われますかねまああのまあ美男美女もまああのまあ特に あのモデルとか俳優とか女優さんとかはまああの私ら凡人はそのなんかすごい有名な人たちが老けてきたごぐらい老けてきた頃はもう別の有名人たちに夢中になってるからそういうあの老いが始まって。 あの苦しんでる人たちちのことを忘れちゃってますもんね。あの新しいモデル,モデルさん新しいミュージシャンとかそういう人たちがまあどんどん出てくるんでね。で、あのー、その政治家とか、あのー、その法律家の方々はそ,、まあ、そんなに自分年を取って要望が変わっちゃったっていうのをうん。 なんかそこにフォーカス置いてなさげ、まああのまあやりがいがある仕事があるせいなのかどうなのか、まあそんな感じはしましたね。はい、えー。ということでルッキズムについて話しました。えー、今日もキツン口べた動画お付き合いくださりありがとうございました。